出やがったな。さあ、ゼロか1か、答えを出させてもらおうか。みんな、準備はいいか？本当に壊していいの？水木？たとえマリさんが妄想だとしても、レイジさんは全てを忘れられないかもしれない。たった一人で、残されるかもしれないんだよ。お前、こんなに辛い思いをするのなら、いっそのこと、全て忘れられたらよかったのにって、そんな風に思うかもしれない。お前は、そんな風に思ってたのか？うん、そう思ってた。だったら、きっと俺も同じだろうな。なら、壊してもいいってことだね。おい、立花、こいつら一体何を話してるんだ？いや、わかんねえ。朝日、ヤマト、君たちの話をしているんだよ。え？俺たちの？全てを失っても、こいつにはお前がいたってことだよ。そうだよ。だから今、僕はここにいられるんだ。そして、レイジさんが全てをなくしても、朝日たちはきっとそばにいてくれる。だから遠慮なく壊せるんだよ。なんだか照れるな。うわ、照れるのは妄想を壊してからだよ。ほら、しっかり立って。こっからが本番だぜ。遠慮はいらない。思う存分暴れてくれ。お前こそ戸惑うんじゃねえぞ。ありがとな。ああ、なんか言ったか？気のせいだろ。そんじゃ、そろそろ始めようか。1名様ですか？フルコースをご用意です。かかってこいよ。そこだけ、エンジン止めて。ヤマト、くらえ。やっ、2回のフルコース。やっ、レインプレス。はい、待ってて。消えていく。妄想が壊れたんだ。皆さん、大丈夫？さっき、リピョン。妄想師はどこ？もう終わったんだ。いや、まだだ。レイジ？
まだ終わっちゃいない。どういうことでしょうか。やっぱり妄想の侵食は消えてるわ。だけどレイジの記憶は。おめでとうレイジ。カスガ、彼女は現実だったみたいだ。マリ、よかったじゃないか。これで一つ謎が解けたんだ。でもまだ恐怖は終わっちゃいないみたいだな。あなたに渡したいものがあるの。これはいつか渡しそびれた感謝状だ。暇な時にでもゆっくり読んでくれよ。じゃあな。どっちなのでしょうか。喜ぶべきか悲しむべきか。まあ笑っとこうぜ。この状況も俺のこともな。レイジ。誰だよこんな時に。ヤマト、あんたでしょ。ちげえよ、ウサコじゃねえのか。リオはもっと小さい音です。なんかこんなこと前にもあったような。あのやっぱり今のお腹の音私なの。え、はあ、ごめんなさい。マジかよ。すごい音だったぞ。もうそんなに笑う必要ないでしょ。お腹ぐらい誰だってすくものじゃない。だからってあの音はないだろう。そりゃ笑っちまうって。ひどい。いや悪い悪い。だけどよ、おかげで肩の荷が降りたみたいだ。ありがとな、サキ。私はただその。そんじゃみんなで飯でも行くか。いつかの約束果たさねえとな。お、ついに焼肉か。ヤマトはサービスカルビでも食ってろ。はあ。それじゃ今日はレイジのおごりだな。待ちなさい。どうしたんですか、琴美さん。まだ説明を受けてないわ。そっか、その水木は、忘れてないわ。あんたたちが私の妄想を壊そうとしたことを。俺なんか、こいつに壊されたしな。ちょっと、皆さん。確かにそうだけど、あの時は、その…もういいよ、朝日。でも二人の言葉に間違いはないから。ここは僕の居場所じゃないんだ。だけど、もう…ありがとう、咲ちゃん。水木くん、みんな、本当にごめん。こんな言葉で許してくれるとは思わない。だけどね、最後に一つだけわがまま言わせてほしいんだ。朝日のことよろしくね。そんな。それじゃバイバイ。待ちなさいよ琴美。一体誰が勝手に帰っていいって言ったのかしら。これから万世橋のとこで焼肉だ。え、俺の財布だ。勝手に店決めんじゃねえよ。でも僕は。何突っ立ってんのよ。大食い姫の限界が近いわ。急ぎなさい。ちょっと、それ誰のこと。じゃあ先に行ってるぜ。本当に素直じゃない皆さんです。どういうこと。もうね、誰も水木君を敵だと思っていないよ。ちょっと違ったかな。もうね、
みんながみずきくんを仲間だと思っているんだよ。さきちゃん、それでは先に行って待ってますからね。はい、タッチ。お前、俺から逃げ切れなかったな。だからもう追いかけっこは終わりだ。どういう意味？今度は俺が逃げる番だから、今度はお前が追いかけてこいよ。俺たちと一緒に行こう。アサヒ、悪くないお肉だったわね。もう少し A5 ランクを堪能したかったわ。高い肉ばかり頼みやがって。これだからお嬢様はやっぱり特上ロースだな。程よい油が舌に染みる。お前がうまそうに食ってたのは全部サービスカルビだったぜ。え、マジか。お前すり替えやがったな。やっぱり食後のアイスは格別ね。だからって8個は食いすぎだろ。そういうあんたこそもっと上品に食べなさいよ。一体どういう教育を受けてたの？いや、だってお腹空いてたし。何笑ってんのよ。このニートの教育係はあんたでしょ。え、僕？ちゃんと仕事も斡旋してやれよ。それも僕。他に誰が面倒見れんだよ。なんか俺無駄に傷ついてるけど。いつものことじゃない。皆さん仲良しです。お前ら感謝しろよ。俺の金だ。レイジさん、ごちそうさまでした。とっても美味しかったです。一番食べてないやつが一番礼儀正しいなんて、やっぱりこの世界は狂ってやがる。ケチくさいこと言ってんなよ、大人だろ。こんな時だけ大人扱いしてんじゃねえよ。ほら、もっと俺に感謝しろっての。そうだレイジ、管理局からの感謝状には何が書かれてたんだ？ああ、忘れてたわ。あ、なんかいっぱい入ってるけど。書いてあるのはみんなの名前？ああ、一人一枚みたいだ。これは何が書いてあるのよ。警告状。貴殿らは当局に断りなく妄想を。なんだよそれ。意味がわからないわ。この警告をもってなお妄想と関わり続けるようであれば、妄想管理法に基づき制裁を行うことを。だとよ。そんな法律聞いたことねえよ。くだらない冗談ね。忘れたのか。やつらは国家権力だ。それじゃあ俺たちは国を敵に回したんだ。俺はずっと逃げ続けていた。大人のふりして逃げ続けていたんだ。何が現実で何が妄想か何もわからなかった。恐怖から解放されることはなかった。だけど解放されたこともあったんだ。そう、大人のふりをすることから。そして俺は最後まであがいてみせた。大人になれなかった大人としてな。だから俺は答えにたどり着けた。怯える必要なんて最初からなかったんだよ。